どうもこんにちは、中村です。ということでね、本日は青空質問返しでございます。見てください、この快晴、今朝の9時でございます。眠いです。ということで、あの目の前がね、あの遊具広場でね、子供たちがいるんですけど、子供たちの前でね、ひっぱたくぞ豚野郎なんてね言えないので、ちょっと小声気味でね、さすがにね、子供たちにひっぱたくぞ豚野郎と聞こえちゃったらね、さすがにね、あの悪影響なんでね、ちょっとね、やっぱ明るい未来を背負ってる子供たちにね、それ聞かせれないので、ちょっと小声でいきたいと思います。朝ごはんとかも用意しつつね、やりましたのでね、あの子供が来たんで一旦場所移動します。僕に子供の未来を奪う権利はないのでね、ちょっと場所移動しました。はい、ここだとね、結構誰もいないんで、行きたいと思います。行きたいと思います。中村くんがナイトルーティーンしてくれないファンしか見ねえよ。はい、行きたいと思います。8年好きなバンドが活休発表して辛いです。あと彼氏がゴミということでね、まあバンドに関しては辛いですよね。まあバンドに関しては、まあ時間が解決してくれると思うんですよ。でも、あの彼氏に関しては時間は解決してくれないと思うので、ゴミはゴミ箱へ。はい、行きたいと思います。愛したい派ですか、愛されたい派ですかということでね、まあどっちもですね、まあ僕は煩悩の塊なので、もう欲まみれなので、はい、僕は煩悩の本体です。かかってこいよ。バレンタインって結局のところ何ですか。食べ物、悩みすぎて夜も眠れません。教えてください。黙れ。行きたいと思います。昨日のライブ見てました。応援してます。ありがとう。毎日食欲パラダイスで食べてて幸せなんですけど、顔丸すぎて痩せたいです。どういうこと。食べてて幸せ、顔が丸すぎて痩せたい、食べてて丸すぎて痩せたいは。彼氏いたことないです。20歳。あなたは日本の宝。いきたいと思います。面白い悩みが思いつかないっていう悩み、解決してケロということでね、まあ悩みが思いつかないのはね仕方ないんですけど、まずケロをやめてごらん。とってもみっともないです。男友達が最近ボディタッチが激しくて困ってます。男好きそう。彼女いるのに LINE 続けようとする男の心理が分かりません。もしかして遊ばれてますか。やりちんやりもくです。25歳なのに未だに思春期こじらせてます。かっこ女です。恋愛ドラマとか見てられません。ということでね、まあこれはしょうがないですよね。まあ25歳なんで、あと5年ね、あの様子見てみましょう。30まで様子見てみましょう。まあそれで治らなかったら病院へ。足痩せしない、足は痩せません。彼女に振られました。恋愛以外のことを頑張りたいと思うけど、どうしても未練が残ってしまうということでね、まあこれ本当に好きだったらね、やっぱり未練で残りますよね。こればかりは仕方ないです。でもね、忘れた方がいいですよ。これはもう時間の無駄なんで、好きな人はもうあなたのこと忘れて、もう未練なんてないし、もうさっぱりしてるし、他の男の人とチューしてます。転職して半年の会社が面白いはずなのに全くやる気が起きません。転職はもうしたくないです。そもそも仕事は楽しくないです。今の悩みはお腹が痛い、肛門外科へ。好きな人が脈なしです。お疲れ。好きな人の好きなタイプに合わせすぎて自分見失いました。ということでね、これはもう気をつけてください。あなたの未来が心配ですよ。あなたの未来ね、ちょっと見えました。それでタイプ合わせてね、そういう人とね無理やり付き合ってね、同棲してね、その彼氏にね浮気されて別れて泣いて、であなたはね、なんか裏垢作ってね、ツイッターでね、でアイコンはフリー素材のやつでね、なんか彼氏の愚痴ばっかねつぶやいてね、ねじ曲がってね。お疲れ。ちんちんおっきくなーれ。ということでね、レッツ赤マムシ漬けうなぎ一気飲み。中村さんに街で遭遇したいけどできません。僕はこの世に存在しません。初めてのお泊まりで嫌われたらどうしようとか、いろいろ考えて頭おかしくなりそうです。何する気。自分に自信が持てません。どうしたら自信を持つことができますか。結果、はい、行きたいと思います。こういうの読みたくないです。品がない、気色が悪い、帰れ。おすすめの出会い系アプリ教えてください。タップル。自分の両親の価値観と彼氏の価値観が全く違う、合わない両方の間に立っていて、身動きが取れない、しんどい。ということでね、もうこればっかりはね、もうどっちの意見とかじゃなくても自分思った方がいいですよ。もう自分の思ってる、自分の思ってる感情でこう戦うんだっていうね。もう僕もそうですよ。もう僕ね、自分のことね、あのエレンだと思ってるんでね、もう戦わなきゃいけないんだって。もう僕は戦う運命なんだってね、もう人の意見は聞かない、僕はもう戦う運命なんだ、僕は自分の身信じて戦うんだっていうね、いい病院紹介してください。周りのことを気にしすぎて自分の意見を言うのが怖くなるにやめたいです。ということでね、まあこれしょうがないですね。これ僕もなんでね、結構自分のこう側は強いんですけど、自分の意見とか言うのはね怖かったんですよ。それはもうこう生きてきた環境とかがね、もうそういうなんか学生時代培ったものがねそうさせるんですけどね、これも徐々になくなってくるんでね、大丈夫ですよ。もう僕も人のねことあんまりね気にしなくなりました。見てください、だってこれ周り見てください、これ映ってないんですけど、もう家族、
がキャッチボールとかしてますよ。でね、ご年配の方がね、テニスしてね、ファミリーがね、ピクニックしてますよ。で、僕はこのなんかど真ん中一人でベンチに座って、これ動画撮って、一人でドーナツ食べて、いい病院紹介してください。逆に何か悩んでないですかということでね、まあ僕の悩みを動画で撮って喋ってたら、ストレージがパンパンになります。単純に人見知りが治りません。治りません。中村さんに今日誕生日だからお祝いしてって DM でお願いしてお祝いしてもらったのに変なタイミングで既読つけちゃって後で返そうと思ってたらめちゃくちゃ長えよ。トイレに行きたい。まさき大好きお願いしますということでね、まあ、会ったことない人にね大好きって言葉はね絶対言えないし、こういう質問大嫌いです。夢を見ない方法教えてください。ご臨終。バイト先に好きな人がいて、その先輩がバイト辞めるんですよ。中村さんならどうしますか。何もできません。周りの目が怖くて素の自分を出せませんということでね、これ難しいですよね。やっぱ周りの目を気にするってね、まあ、僕もね結構そういうタイプなんですけれどもね、一人の時がね素を出せてるんじゃないかと思うんですけどね、たまにこう鏡でね、洗面台の鏡でたまにね、とかやっちゃう自分がいるんですけどね、これが素だったら人前で出せるわけがないです。保育実習しにそう、生きろ。やらなければいけない時に限ってすぐにだらけてしまい寝てしまいます。どうしたらいいですか。そういう人生来世に期待。生きるのがめんどくさいです。毎日朝起きて仕事行ってご飯食べて帰って家のことして寝るって、だけでもエネルギー使うのに、その上仕事では人間関係気にしてなきゃだし、上司たちに投げよ。はい、行きたいと思います。関係ないことに巻き込まれて自分悪者にされることが多い。ドントマインド。中村はどうして太らないのですか。普通に3食食べても太るのが悩みです。僕の何を知っている。パートナーが欲しい。寂しい。うるせえ。生きててくれてありがとう。それだけで僕は幸せです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。